ジャンカルロ・バゲッティは、イタリアのレーシングドライバー。F1 において、実質唯一となる、デビューウィン達成者だが、その後は、表彰台にすら立つことなくキャリアを得た。1961年1961年に、プライベーターのフィーザチームで、フェラーリ156回1を借り、イタリアのノンタイトル戦で2勝を記録。その後、第4戦フランス GP にて、 選手権デビューを果たすと、同レースで、ダンガーニーとのバトルを制し優勝。ノンタイトル戦での実績があったとはいえ、F1C において、デビュー戦で優勝を飾ったドライバーは、1950年の選手権創設初戦を制したジュゼッペ・ファリーナを除き、バゲッティが唯一である。この年は、その後第5戦イギリス GP、第7戦イタリア GP に参戦。 どちらもリタイアに終わったが、イタリア GP では、ファステストラップを記録している。1962年1962年は、フェラーリのワークスチームに招かれる。しかし、参戦した4戦中、4位5位1回ずつの2度の入賞という結果に終わり、表彰台にすら手が届かなかった。結局、この成績では、首脳陣を納得させることはできず、1年で、 放出の浮き目に遭うこととなる。1963年以降その後も1963年は ATS、1964年は BRM から参戦したが一度も入賞することはできなかった。1965年以降は地元であるイタリア GP のみのスポット参戦となるが、1967年を最後に F1 から去っていった。 F1 以外にヨーロッパツーリングカー選手権でも実績を残しており、1966年に 1000CC クラスでタイトルを獲得した。1968年にレーサー業を引退。その後はスポーツフォトグラファーとして活動を行った。1995年、ガンにより60歳で高い。ありがとうございます。